みんなで礼ましょう。ごめん先生、ありがチョコレートタワー、イエーイ、ありがとうございます。はい、私はそうコロナになってしまって、そう結構ずっと休んでたんですけど、そう復帰して、そう復帰した後も結構でもそうですね、舞台の稽古とかなんかもう本当に忙しくてやる時間がなくて、そうあとなんか精神的にも結構そうなんかそんな元気じゃなかったのであんまりできなくて配信とか、そうなので、でも今日は久しぶりにたくさんのメンバーに会って、そうファンの皆さんと久しぶりに会って、そう元気になったので今日は配信しようって思って、はい、やりました。はい、あと皆さんにね今日は発表っていうかお話しすることがあるので、まああとだしさんがタワー立ててくれました、ありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。まああとだしさん、ありがくまタワー、イエーイ、ありがとうございます。はい、そうですね、今日はスモールワールズの配信で久しぶりに人前に立って、そうそう今日はね、あそうですそうです、ちょっと待ってね、はい、皆さんお題リサイタルについて今日はね話していきたいと思います。はい、皆さん今日はちょっと待って、紙とか何も用意してない、参り準備不足。準備不足です。はいちょっと待ってね、なんか用意しよう、なんか用意しようと、ちょっとどうしよう、でもなんもないな、なんか用意しようと思ったけど何もなかったですね。はい、私は4月18日19日にお題リサイタルっていう12月に初めてソロライブをさせていただいた第2弾が決まっているんですよ。お題リサイタル、バースデーライブがあるんですけど、はい、バースデーライブの場所をね今日は発表させていただきました。場所は、丸の内の、コットンクラブです。イエーイ、コットンクラブという場所でやります。コットンクラブはなんか本当に前回のライブの時にコットンクラブがブルーノートでやりたいってなったんだけど、そうなんか急遽すぎて箱が取れなくて、私はでも今回のはバースデーライブだから普通のライブじゃなくて、結構なんかみんなで誕生日をお祝いみたいな感じのライブを祝っていただけたらなって思ったので、そうちょっとコットンクラブにさせていただきました。はい、めっちゃおしゃれな場所です、コットンクラブ。はい、コットンクラブは丸の内で、そう18、19であるんですけど、ライブは3回行わせていただきます。3回、今回もね四字熟語考えたんです。ちょっと待ってね、四字熟語の読み方がちょっと分かんないんですよ。はい、お題リナソロライブお題リサイタルボリューム2
について発表させていただきます。2022年4月18日の18時開演、あ、間違えた、18時開場、19時開演が1公演目です。18日と19日で2日連続あるんですけど、18日が1回公演夜あります。で19日はオープンが15時45分で、ライブが始まるのが16時45分です。で2公演目が18時30分にオープンで19時30分に始まります。はい。で場所はコットンクラブで、そう、千代田区の東京駅が最寄り駅です。そう、席はね2種類あります。 AKB のコンサートは席がどの席でも1種類で全部同じ値段なんですけど、今回は2種類あって S 席と SS 席っていうのがあって、 S 席は7800円、 SS 席が8800円で、 S 席はオリジナルプレゼント付きで、 SS 席はオリジナルプレゼント付きと当日お楽しみプレゼントもあります。そう、ワンオーダー制。そう、お値段も教えてくれる。何席ずつかしら、だって。それ書いてないな、概要に。ちょっと書かせていただくわ。ちょっと待ってね、わかりやすいように。ちょっとわかりにくいですよね、今。まあ、ちょっと今のだと。でも本当たくさんの方に見ていただきたい。なんか久しぶりに文字とか書いたわ。やばい。なんか字汚っ。久しぶりに書いたらこんな字だったっけって感じ。ちょっとみんな待っててね。みんなね、拡散よろしくお願いします。なんかもう本当に最近疲れが取れなくて、コロナ、待ってね、うん、そう、あ、間違えた味。喉痛かった。喉痛かった。だってめっちゃね、声がガラガラでした。じゃん。コットンクラブ。ボールペン。4月18日はこれ。四字熟語はニコニコ。4月19日は無我夢中。2個目は無限法要。これはバースデーライブだからニコニコ、25歳ということでニコニコで、これは無我夢中、これは無限法要、これかっこいいなって思ったからです。はい。でもね、ぶっちゃけ本当に四字熟語なんかいいのがないっていうか、なんか悩んで、うん、そう、あ、無限法栄、法要、法要って書いてある。法要です。そう、無限法要の意味は、
人生は夢や幻、泡や影のように儚いものであるということ、そうです。まあ、これ1日前ニコニコ25歳って感じで、無我夢中は私はこういう自分の好きなことに無我夢中でいたいなっていう願いも込めて無我夢中にして、無限抱擁は儚いもの。いや本当に思うんですよ、私は人生は夢や幻、泡や影のように儚いものであるということって本当に思った、コロナになって。そうということでね、皆さんこちら楽しみにしていてください。はい、でちょっと待ってね、チケット抽選販売受付は2月15日の10時からだって。明日からですね、明日からです。2月15日の10時から明日からです。2月27日の23時までになります。うんうん、明日からです。明日から抽選開始、 E プラスで、はい、楽しみにしててくださいあ、タワーだって、みやちゃんさん、みやちゃんさんがタワーを建ててくれました、ありがとうございます。じゃあみんなで歩いましょう。みやちゃんさん、ありがくまタワー、イエーイ、ありがとうございます。今度は当たりたいものでしたってね、3公演になったから、前回2公演だったけど3公演になったからね、前回来れなかった方もぜひ待ってます、うん、すごい、なんかやばい、高いタワーだ。カンタとカンカンさんが可愛いタワー建ててくれました、ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。カンタとカンカンさん、ありがくまタワー、イエイイエイイエイ、ありがとうございます。もう15分はあっという間に経ってますね、うん、私が文字書いてあるときに、文字書いてる間に経った、はい、そう、すごい、またありがとうございます。いいですよ、そんな皆さん、くるりんさんも、あ、くるりんさん、ありがくまタワー、イエーイイエ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 イ。何日ぶりの配信だって、何日ぶりだろう、2月初めてじゃないかな多分、うん、うん、2月1日ぶりかな、うん、いやなんかそう、こうやってね、そうソロライブもすごく楽しみで、なんかコロ、なんだろう、なんかね、休んでる間になんか本当にそんな症状とか熱とかなかったんだけど、もう鼻と声、喉がやばくて、でも自分にとって声がやばいっていうのは一番辛いことだから、もう本当に辛かったし、なんかそれでそのコンサートもなくなっちゃって、もう本当辛すぎて毎日涙が出た、休んでる間は。そう出たし、なんかずっと部屋にいるじゃないですか、一人で辛くて、そう部屋にいるから、なんかもう本当に寂しくて、そう寂しさとかもあるし、なんかそうマジでタワー、せいかさんがタワーを建ててくれました、ありがとうございます。せいかさん、ありがくまタワー、イエーイ、ありがとうございます、
そうだから本当にコロナの休んでる時は本当に辛かったです。なんか本当申し訳なさと、なんかもう本当これからどうしようってめっちゃ考えた。そう、これからどうしようっていうのと、で本当、おテイテイさん、テイテイさんありがとうわー、イエーイ、ありがとうございます。そうそうそう、でもそうコロナになったって日にかなぶんが LINE で、そう小田さん毎日 LINE しますって来てくれて、本当に毎日 LINE してくれて、かなぶん、そう電話もしたり、そう1回しか電話はしなかったけど、そうって小田さんかかっちゃったんですかみたいな、寂しいですみたいな、大丈夫ですかみたいな感じで、そうまず初日にかけてきてくれて、って会いたいですって、ってそう電話してきてくれて、それから毎日元気ですかとか、そうなんか LINE してくれました。そうで今日はめっちゃ久しぶりにかなぶんに会ってめっちゃ楽しかった。おなおなおさん高いやつありがとう。なおなおさんありがくまたわー、イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、それでね、なんかね、まだでもほんと声も調子悪くて、ずっとでもそれでもやっぱ舞台あるから稽古もみんなよりめっちゃ遅れてるし、ほんと稽古もみんな結構もうほんと遅れすぎてもう辛いですし、そうでもミュージカルだから歌わないといけないし、そうだから本当に今いろんなことと戦いながら頑張ってますね。そう、ホリケンさん、ホリケンさん、ありがとうくまたわー、イエーイ、ありがとうくまたわー、ドゥンドゥンドゥン、ありがとうございます。そう今日はね、明日もめっちゃ朝からあるので、朝から夜まであるから明日の予習して寝ます。明日も早起き、無理でも無理しないと本当にやばいぐらいで、そうでも今はちょっと無理するんですけどね、なんかちょっともうちょっと無理しなくなる日が来るまで頑張りたいと思います。ひとくまさとるさんありがくまたわー、イエーイ、ありがとうございます、イエイイエイイエイ、ウォウウォウウォウ、あいっぱい、もう皆さん大丈夫ですよ。そんなバスターさんもありがくまたわー、監督さん
ありがくまたわ、ありがくまたわ。いや本当にね、ありがとうございます皆さん、本当に。話し会は大丈夫です、参加しますのでお楽しみに。今日はねバレンタインなので、こうやってね皆さんと一緒に、皆さんに私のこんな素敵な顔面を皆さんに見せることができてよかったです。はい。はい、そうなので明日はねお代理サイタルの受付が始まるということで、皆さん絶対に来てください、待ってます。皆さんハッピーバレンタインデイ。トゥン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 。まあ僕が食べますけどね。自分で。うん。何味ですか？これピスタチオ味。パパにあげた、だってあげてない、あげてないよ、うん、あげてないで、ちょっと待って、開かないな。パパ泣いてる、だってもう私の中でバレンタインっていう習慣ね消えました。バレンタインなんてあったのマジ中高生までですよ。もうないんですよ。もう私の中でバレンタインっていう習慣ないです。うん、消えました。うん。タワー来ただって。タワー？お、ショーターとお代理しかかたんさん。ありがくまタワー。ありがとう。そしてあと。TZY さんもありがとう、イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。いやあのね、本当バレンタインはないんですから、マジで知らない、私の周りが女だらけだからあれなのかもしれないけど、バレンタインって幻ですからね。本当にないです、バレンタインなんて幻です、マジで。いや学生とかは、ま、なんかあのバレンタインとかで盛り上がれるかもしれないけど、もう大人になったらもうそんな盛り上がれないですよ、そんな女ばっかりの AKB で。うん、もういいな、なんかさ、今日という日にさすごいドキドキしてる人たちもいるわけじゃないですか、なんかさ今日という日に伝えようみたいな、今日という日にもらえるかなみたいな、ドキドキしてる人もいるって思うとさすごい羨ましいです。だって学生とか絶対ドキドキし、待って、美味しそうすぎる、懐かしいなバレンタイン。じゃん、やばい、すごい、
美味しそう。バレンタインってね、懐かしい。私も作ってましたよ、小中学生の時。懐かしいな。どれから食べようかな、うん、チョコ作れるよ。だって私ほんとお菓子作り、小学生の時お菓子作れた。口から出そうになった。美味しい。これも美味しいです。てか口移しのチョコレートってやば。うん。せいかさん、タワー立ててくれた。せいかさん、ありがとう。もらいました。これめっちゃ美味しいです。てかさ。口移しのチョコレートってやばくないですか？ウケる。え？嘘でしょ。え？口移しのチョコレート、今歌詞を考えてたんですけど、え？すごいな。すごいな。私口移しのチョコレート、あの8の日の前座でやる予定だったんですよ。でもバードをやりたいって言ったらバードに変えてくれました。うん、うん、ってことでね、皆さんお題リサイタル楽しみにしててください。久しぶりの配信なんでスクショタイム。はい、じゃあ今日の配信終わりたいと思います。では最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位テイテイ、12位セイカ、11位 TZY、 10位バスター、9位ショータと代理しかかたん、8位マーアットおだし、7位ひとくまさとる、6位ごめん先生、5位ホリケン、4位みやちゃん、3位くるりん、2位なおなお、そして1位はカンタとカンカン。ありがとうございます。皆さん、いや本当にね、お休みしている時は私いつもずっと携帯触ってたんですけど、皆さんがなんかいっぱいつぶやいてくれたりコメントくれたり DM くれたりのメッセージで結構元気ずっと出てたんですよね。そうだから会えない時も、なんか休んでる時に自分からは何も発信できない分、みんながそうやってなんか私のことをなんか忘れてないぜみたいな感じで、そうずっと思っててくれてるみたいなのを意思表示
してくれて、そうめっちゃ嬉しかったですし、そう復帰したらまた皆さんと一緒にそう楽しい毎日を過ごしたいなってずっと思ってたので、はい、ぜひねこれからも応援してくださったら嬉しいなと思います。はい、ということで、じゃあ皆さんこれからも幸せでいてください。ではバイバーイ。